ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立八島高等学校野球部が心に秘めている思いは、みんなに感謝です。グラウンドで汗を流す野球部員たちだが、八島高等学校の野球部員はこの中でただ一人、一人はとても辛いんですけど、初めは本当やめようと思ったんですが、去年夏の3年生引退後、菊池はたった一人の部員となった。みんなから手伝ってもらってここまで続けることができたので、悔いの残らない試合にしたいと思います。最後の一人の部員として、今回の100回大会ということで、そこで完全燃焼できるという幸せ、感謝の気持ちというか、3校合同のチームで秋田県大会に臨む選手たち、野球ができる幸せをかみしめながら試合当日を迎えた。1番バッターの菊池は打つ、走る、そして投げる。感謝の気持ちをしっかり出してプレーで恩返しできるように頑張りたいと思います。野球人として、まず全うして、人生に生かしてほしいな、社会人として立派な社会人になってほしいなという。少子化の波は八島高等学校野球部にもその影を落とす。それでも高校球児は一球一球に心を込めて試合に挑む。その思いは感謝。しぶちや、この番組はユリホールディングスがお届けしました。